にちは、白川龍です。今回はコラボ企画ということで、ジークンドーマスターの石東吾先生と、そしてお笑い芸人のゆきおさんに合気道を体験したり、あるいはジークンドーを教えていただいたりして動画を撮っております。はい。で、合気道の動画は、石東吾先生の YouTube チャンネル、ワンイチャンネルで公開しておりますので、はい、そちらもぜひご覧ください。はい。で、ワンイチャンネルの方でも英語字幕ついておりますので、はい、ぜひ、以外の外国人の方も、はい、ワインチャンネル英語字幕をつけて見てください。はい、海外を届け。海外を届け。はい。でさ、はい、見てください。どこのおじさんが。もうさ、胴着脱ぐと全然また違いますよね。ドンシングフィールって。超有名な。全然分からないです。本当そうでしょ。これ日本語しか喋れないです。いやいや、英語本当に頭。ドンシングフィールは、はい、ブルースリーの名台詞。すみません、日本語訳で見てます。すみません。さっ誰もが知ってますよね。本当に知ってますよ。すみません。弟子として申し訳ないです。自分のチャンネルやってるのに。はい、申し訳ない。これ。Don't think fail。やばい。はい。で、さっ先生がジークンドーを習う。あ、もうぜひぜひ。私もブルースリーなんか好きです。そうなんですね。幼少期は。ブルースリー、ジャッキーチェンめちゃめちゃ上手だ。そうなんですか。で、ただ今から先生がジークンドを習うっていうなかなかないことですよね。じゃあ見たいですよね、白川先生が。はい、こんだけ身体能力が白川先生、一応そのジークンドは僕の方が先輩ですけど、まだ生きてきたから、まあ、なんていうか、別に1日2日でできるもんじゃない。あなたが語らないで。そうですね、なかなか難しいですけど、はい、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、最初のよく動画でワンインチパンチを見せていただきたい。あ、はい。え、じゃあ、どうします、白川先生、受けます。いや、白川先生が受けた方がいいんじゃないですか。そうです、はい、そうですね、そうです。平さんの後ろに行くだけ。そう、ま、じゃあまずやった方が早い。はい。いいですか。ここから白川先生、ガチで別にやってください。行きましょう。テイクバックをせず、ここからこれだけで打ちます。すごいっすね。吹っ飛ばされます。そうで、今のはこう飛ばしたやつなんですけど、今度は中にちょっと入れる浸透っていうのもある。浸透、浸透系、浸透させる技。ちょっと腹筋固めてもらって。ここからこれ、これね。心に響きますね。そうですね。大場とは違いますね。全然迫力が違います。これがなかったら浸透系。そうです、そうです。中に通した内臓が、そう、内臓に吸い上がるみたいな。そうです、そうです。そうです、ちょっとあい脳を受けてるから。いや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 、ももこちゃん、ももこちゃんすぎる。俺先生なんで。いや、俺あんまり女性にあんまり打ったことないんですよ。でもまあ、じゃあお腹に入って入れるやつ。あ、いいですか。入れる、飛ばすんじゃない。受けるときって筋固めした方がいい。固めて打った方がいいっすね。いきます。3、2、1。3、2。大丈夫ですか。優しかった。いきます。まだね、もうちょっと下がって。大丈夫かな。爆笑だよね。爆笑してる。大丈夫。大丈夫。アトラクション乗ったら。まあ、このあんまり飛ばすやつはやらないんで。そうそう、中に入れるやつ。やりますね。はい。おぉ。ナイス。背中まで超いい幅を受けようなって。そうですね。これもやっぱ力をこうやってグッて
こう筋肉固めてこうやっちゃうと、ほら全然入っていかないんですけど、こう抜いてここに肘まで重たくして、全然そう変わってきますよ。受けたことないから衝撃ですと、だから短いその間合いで接近したこの間合いで出せるっていうのがまあ利点にはなりますよね。だから合気道なんかでもこう接触したしてるじゃないですか。その間にこう当て身、だから使う当て身も今みたいな当て身を使うとこう飛ばない、そこにと一瞬パッ崩しになって、そこからあの技につなげられるっていうの。繋げられそうですね。そうですね。はい。いいと思います。このスタンスから、こう伸ばさないで、かかとをこう、はい。そうですね。で、ここから、かかとはこう、しっかりちょっと上げるんですよ。はい。で、ここから、こう、回転させるんですけど、はい、ただ、ここだけを回転させると、これ全然力が働いてないので、はい、これを、この指っていうか、この前手に向かって、こう、はい、まず、はい、連動させるスタイル。こういう感じ。そう。ここから、はい、ここにこう、はい、で、この時にこの姿勢からしっかり、うん、そう打った時にこのアライメントっていうこのラインをしっかり揃えるんですよ。はい。はい。という感じ。そう。で、この足を、はい、ここから、はい、こう上げていく。はい。はい、あ、伸びる感じです。そうです。いいじゃないですか、もうちょっとここ、はい、こうで、あまりこう肩を切りすぎないで、はい、ここで止める、はい、そうで、もう少し伸びないですか、この足を、はい、ここから、はい、下方回す、はい、おうどうですか、こういう感じですか。で、今前足の膝がこうやってこう曲がっちゃうと、はい、力が逃げちゃうんです、圧しちゃうんです、はい、なのでここはこう上に上がっていく感じ。力はこうまっすぐ働く力と、はい、回転する力と、はい、アップワードに上がる力があるんで、それをあのこの打った瞬間にこれで合わせるんですか。今ちょっと
だけここの辺まで切りました。もうちょっとだから内部に。いや今のは、はい、まあこれはその脱力をした打撃を今練習なだけなので、ここにそのジークンドのストラクチャー的構造を入れていくような感じですね。全然違いますね、先生が重さが違いますもんね。そうですね、なんか深くて何なんですかね、そのやっぱ普段の練習してないから肩が真っ赤に力、そう、多分合気道の時はすごいすごい抜けてるんですけど、はい、やっぱり普段打撃はやっぱまた調子が近い。やっぱ打撃も言う脱力、そうです、そうです、もみ入れる時だけっていう。いやいや、あとサイドキック、はいはいはい、ルースリー、を説明します。上に上げる、後ろにこう回す動きを使って、テイクショットで入ってきます。この空気が上がります。テイクの動きを使って、振って